ぶっ飛び。私、遠山純章と言います。昭和11年1936年2月11日生まれです。今84歳と11ヶ月です。沖縄のね、那覇ティの五十流空手です。教えてもらったのは1954年ぐらい、3年4年ぐらいのね、徳地誠吉先生からなられました。徳地先生はね、瀬古先生の習ってね、そして宮口昌隆先生からも習っております。徳地先生は1964年ぐらいでね、沖縄の空手を、伝統的な空手をね、内地の方に精神普及するために東京に参りました。その間は道場の方は過去こちら門弟の方がね、師範代としてやっておりました。私もその一員です。その時に沖縄市中野町はですね、沖縄の人ももちろんだけども、アメリカの自衛の人たちがたくさんおりましてね、一緒に空手の稽古をしました。はっきり言うことは、五条流は接近戦術なんですね。だからそれは国有法とか大事にしますね。国有法はこのみんな福祉国有と言うんだけども、別の理由が福祉国有というのは全く違います。五条流は息を吸ってまた飲み込んでから吐きます。そういうか突きもね、受けのこのようにやります。ただこの手と足の扇というものは円を描いてやります。円を描くときは、皆さんも知っている通り、投げなんかやるときは血なんかやりますね。そういう円が描きますけれども、円の中にもねじりがあります。それを円によってやります。特に月はそんなに変わりません。月の方は呼吸を接近戦術だから、ついたら相手を倒す、突き倒すというんです。今突き倒すより突きます。突き抜きがやっていますけれども、本来突き倒します。突き倒しても倒れない時は、結局は中に入れ込み突っ込んでいきます。その隙でやります。で、突きの場合では普通は突いて穴開けるような感じ言いますけれども、この相手が突いて相手を置くわけだから、これは穴はね、突くできませんね。そして突いて倒れない時に、動かない時に突っ込んでいきます。そう倒れない場合、そして動かない場合には相手が相当だけ受けるわけです。そういう形でやります。受けの場合にはどうやるかというとね、受けの場合には今言った円を引きながら引きます。そしてねじっていきます。ねじっていくということは、ねじりますと元に戻りますね。マニアはねじりますと元に戻ります。この反動でね、ねじっていく反動でやります。支援にねじりますと反動引きますから、相手これが大きな原理ですね。原理です。そして元に戻るわけだから、腕もこう行きますと ね戻りながら行きます。あと一件は、円を行きますと腕行きますから、 ねじることによってこうすれていきます。相手の大きを突きを来た場合には、強い突きを来た場合にはですね、強に強をやるんじゃないです。強に強をやるんじゃなくて、そうするとお互いに長距離になりますね。
しよければ両方怪我したりあるいは折れたりします。おたけにね、誰かが必ず。そうじゃなくて、相手の突きに対してこちらもねじっていきますから、ねじっていきます、すれていきますから、相手も怪我しませんし、こちらも全くしません。で、相手がこうしますと、あちらがこうひねっていきますから、こういきます。そういう形を受けていくんです。で、相手に突きに対してよくいいんですが、これ5で5で受けてやるんだと、この専門になっていました。総人形なんですが、で、さっきも話したようにね、特徴反射も相手に対してどうしても批判的な部分にならず得ませんから、ありますから、相手あのこの弟子たちの教えみせ、こんなのがね、ただ違いが話しますけれども、こういう細かい点を教えません、相手はね、攻撃に対してどのように受けていくかと。そうすると手はもちろんだけども、あの体化をしています。はい、体ひねりで体ひねっていきます。あるいはひねってもできる、ひねっていき、手はもちろんだけども体もひねっていきます。それでも相手が強い場合には何かいいと足さばけて寄せていきます。これはどんな武道でもね、あの球技でもしてもね、あの何でもありますから、こういうぶっかけた場合にこういきます。そういう形でいっていきます。できるだけは相手に真正面に行くんじゃなくて、それでこういきます。これが私小さいからね、アメリカ人とあの GI とあの中野町、自分は若い時にやりました。でも黒人なんかにバービー入れてますからね、勝てません。どういう勝つかというと、今言ってねじりにいきます。そしてもう一つは、あの受けながらこういきます。ねじりますとすぐいきますから、そういう感じでやっていきます。これが私の五条の特徴であります。最近では今日引かれても、あの調査だけ強調しますけれども、これは最初の話であってね、最初強くなれられませんから、まずはあの体を鍛えていき、筋肉を鍛えます。重たいものを足します。これ当時も僕たちやりました。だんだん慣れていきますと、深くなっていきますと、あのそういうものをやっていきます。だから今ねじるようなこういうものは、だいたい50代から具体的に押していきます。いや、体の目的は変わらないですね。なぜかというと、この合同の方は自分を身を守る合心中です。そのためには自分が強くなきゃなりませんね。そうすると相手が強いといえば、その対応していくわけです。それは身を守るためですから、これは身を守ると同時に和ですね、平和の和です。そしてこれを大事にしなきゃなりませんから、外国の方には今、外国人が日本に、沖縄に随分過ごしに来ますから、これは沖縄の伝統的な空手をですね、和の精神でやっていますから、精神すごいですからね、これは外国人がですね認めてもらってね、随分沖縄に過ごしてきています。これは僕たちの沖縄の伝統文化的空手がね、これだけ外国の理解されていることは大変嬉しいですね。そうですね、沖縄ではね、あの何しろもそうですが、またアメリカ人の戦争があったんでね、そう言いますとアメリカ人の方々はね、やっぱり戦争はいけないんですね。人間を変えていきます。そして自分を守るためにやったり、あるいは飯食うためにやったりね、します。特に外国のアメリカあたり、戦後は沖縄は敗戦になっているわけだからね、それなりの女性に対する、これ言っていけませんけどね、こういうことがありました。で、人種でありましたしね、だから戦後は沖縄が
植民地時代みたいになりましてね、これは精神的にも大変苦労しましたですね。はい、で症状とかありましてね、でアメリカでいろんな方たちもベトナム戦争とかいろいろありましたからね、それなりに沖縄ではいろんな発散もしたわけですよ。これはいろんな今もそうですが、戦争をいかにして沖縄県は戦争、特に陸上戦がありますからね、内戦は飛行機やられていますからいいんだけども、沖縄は実践的にやられています。その意味では戦争に対する平和に対する思いというのは大変強いわけですよね。これはどっちかというといろんな戦いの中から人間性を、日本人もそうですが、外国アメリカあたりもね、そういうところからそうなっていると思うんですよ。個人個人のそうもないと思いますね。ですから僕たちは外国人とアメリカ人とお違いしました。個人的には大変みんないい人です。はい、そんなね、この新種戦後もね、僕たち放流された時にですね、アメリカの兵士団さんたちは僕なんか少年自分ですから親切にしてもらいました。ですからホールさせてヤンバルに行ったんですがね、行ったんですよ、GFC 乗ってね。でそれしてね、戦後は物も何もないし、そしてアメリカ人たちが兵士団たちがね、GFC からチョコレートとかね、県に投げてもらいました。あとは何かというと、自分たちが義務権利というのすぐ英語を覚えましたしね、はい、それからずっとそうなりまして、僕なんか少年自分が考えますとね、このアメリカの自衛たちがその親切だというものかな、個人的にはね、大変良くしてもらいました。だから今よく戦争問題で沖縄の平和運動へって言いましたけどね、戦争のこの厳しさ、あるいは悲惨さ、物もない、うちを焼けてなるし、人間もああいうふうに死んだり怪我したり見てきたもんだからね、平和にする思いが強いんです。で僕たちも少年時もそうでした。戦後になりますとね、さっきもお話ししたんですが、中部あたりではね、捕虜しますとね、捕虜収容所がありましてね、すぐ教育学も受けました。そして南の方では戦争なんですね、州あたりでは。でこっちの方ではそうじゃなかったです。でそうしてね、捕虜の中では一番上手いのが人間関係のつながりともありましてね、舞踊とか枯れてとかね、捕虜された人たちにね、精神ショックを受けた人たちはね、この方々がね、皆さんに見てもらって、安らかな心を持ちようになりましたしね、これは大変嬉しかったです。沖縄ではね、何人と違いまして、そういうものは舞踊と枯れとか、枯れても強くなるためだけ言うんだけども、実際的にはそういう皆さんのこの心が安らかになるようにね、いろいろ見てもらいましたんですよ、小さい時からね。戸越先生はね、この礼儀もきちんと言っていましたしね、原価が入るときちんと礼儀で入りさせると言っておりましたしね、そして神がね、きちんと礼儀してですね、やっておりましたしね、そして死者に対する礼儀と、そして先輩に対する礼儀、こうきちんとやりましたしね、だから礼儀で始め礼儀で終わるということでやっている、それからやります。その意味では戸越先生は私にとってはかつて死者だけじゃなくてね、
親みたいような資産でした、はい、今でも尊敬なくなる、亡くなりましたけどね、中先生でね言いました。先生はね、あのこの小さな労働から大きな立場でお金をやりましたけどね、お金は全く貯めていません。儲け族じゃなかったです、はい、これがですね、あのなったんですね。で、基本的なものは今刀に対してもね、きちんと言っていましたしね、とてもいい先生でした。古江先生はね、僕の先生と先輩に当たりますけどね、戦後はあの古江先生は労働を持ってなかったです。そして総理官、徳先生総理官中野町の方によく来ました。で、労働を持っている持ってない先生方もね、十分来てもらってね、そうあの教えてもらったんですが、徹底的にですね、あの歩き方、猫足とか倒れるまで押してもらいました。これ大変厳しかったですね。これ基本的なものとして大変厳しかったです。で、あの車とか、あの徳先生からはスーパーに慣れていません。古川先生が慣れました。この演武大会とかね、あるいはあの僕は全国の勝手でいっぱいにいましたんでね、あの八木先生と会長になったり、東高校先生とかいろんな、あの長森先生、いろんな方々がおりましたしね、それからあの明治英治先生とかですね、たくさんおられました。そして別の流派もたくさんおられましたからね、そういうところで顔を合わせたりいろんなことをしましたしね。だからあの日賀雄徳先生なんかはね、あの書いてみますと、あのこの八木先生、あの目口さんにとってみすごく厳しくいい人だから、あんだけども、あのいろんな流派の方もね、よく勉強しなさいよと。三つの先生方はね、今はあの平和なってすごく普及してるんですが、今よりは前より前の方がね、対話があって、自分ができない技はね、別の流派の先生方になりなさいと。あとは蹴りが専門だから、あれは何をしてもあっち行きなさい、慣れて行きなさいと。そういうの輪があったんです。今かえって組織がしっかりしすぎてね、交渉してやめるとね、強い離れたりするんですね。前はそうじゃなかったしね、前の先生方が輪があってね、あそこ上かったしね、あのこの優勝先生氏にしても、あの別の方々はね、あの読むわってよ、こういう店はあっちの方専門だから、あっちに慣れに行けさよとよく言われましたじゃない。今より変わっている感じ。僕なんかの全国から空手連盟にずっといましたからね、50回とね。そうしますと、広い社交先生とかですね、もちろん50回知ってますよ。あの、ね、あのこの松原清郎のね、あの長見先生とかですね、あるいはちょっと別の先生だったので、あのこのただ一言の挨拶ぐらいの感じですね、中村先生なんか禅のことやっていましたからね、2、3回行きました。あっちの皇帝がね、あの近江聖徳って言ったんです。私は舞台の方でババアさっぱに言いましたからね、この先生は英語に立ったでね、写真も専門ででした。この方は近江聖徳行って、あのニューヨークに行きましたけどね、この先生方の奥義カルテマになりたいという思いがだん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 強くなりましてね、あの行きましたね、はい、みんなね素晴らしい先生方でした、はい、あのね、私の 本にこの本があります。いいですか。あの私は本を書きました。それで空手道をね、修行することにより人間の形成の
礎を築くための道であると、その思いはねずっとあります。これはね、あのこの内地剣道修行ももちろん武道もね、沖縄ではこのそういう武道精神とはすごいなと思っております。そして沖縄もそうですね、違いますけれども、あの私はあの家でもやりましたけどね、沖縄市の剣道連盟の理事もやりました、家やったためにね。でこれはね、沖縄は武器を持っていないというものが強いもんだから、全く人に見せたことはありませんし、こうやってもそう言ったこともありません。はい、だから問題はあのいかにしてこういうあの人間形成をね、主語を大事かということは、あの先生が徹底的に教えられましたしね。あと一件はね、先生たちはあの細かい面を言わないですね。うちの徳井先生はですね、かえってこう言えるけど、あとどう言えるのか、このようにするかと言ったらね、なぜそんなことを聞くかと、送ってみると、わからないから聞きますと、わからないように聞くかと言うんですよ。結局はね、修行が足りないんじゃないかということ。修行者を何苦労かした、方言で何苦労かしたと言いますね。支援に訓練すれば、悟る、悟ってくるなと言っておりましたしね。まず悟ったとしてもね、これは修行の段階だから、また登りを次の段階があるんだと。上がないと。無常と言います。僕が言うと上というのがあります。上に登るとまた無常、無常ですね。これ禅の修行のありますけどね。全くあのこの修行の話はしませんけれどもね、こういうことをね、はっきり言ってますね。はい。あの私は修あの悟った人のね、いつも途中です。はい。私もね、途中ですね。ただね、言えることはあのこの今僕は空手やってるから基本的な本作っています、基本的にやっていますけどもね、こういう徹底的にやります。やった後に、まあ、上があるわけだから、またまた上に行きますよね。また上がある、また分からないんですよ。また上に行く、また分からないんです。結局はただ何回も途中ってやります。この78とは分かりましたけどね、あのこの無意識 の意識の中にね、稽古する同じ型をね、やっていきます。あるいは強くなると分からないから型をやりますよね。型を覚えるためにやっていきますけども、だんだん覚えていきます。次は内容を覚えていきます。次は同じ型というのはあのこの仮想的想定するわけだからね。すると相手が大きいのってまたあの文系違ってきますが、そうなんだけども、相手が分かっているのはまたなぜこの年齢同じことをやるかということなんですね。だから無意識の同じ型を何回もやります。無意識やっていきます。あ、意識やっていきます。そうするとね、これが無意識の潜在意識とできています。心の中にね、頭の中に、脳の中にも、心の中にも入っていきます。そうしても、その大きい人ね、大きい人無意識、あの意識的に稽古しますけれども、無意識、潜在意識ともできています。だから、道歩くときでも、何するときでも、無意識に出ますね。出ますよね。だから、これです。人間は、あの、体だけじゃなくてね、生活もそうです。言葉遣い、親の教育がありますよね。あの方言でね、嫌なれぬ不可なれとあります。うちでね、あのいいあの正しいことを礼にして、礼儀作法にして、何にして正しいことをしていく、自然に覚えていくわけです。俺たちがやっていけばね、みんな前でやっていきますけれども、これが
生活と世の中は良くない家庭に育ちますよね。これ無意識の言葉であるんですね。相手に対して傷をつけるものは無意識に言ってしまう。言った後には僕は言ってならないことを言ってしまったとなるんですよね。結局はあの習慣みたいなものがありますね。でいい習慣をつけるにはね、いい親があの教育者がいるとか、あるいは友達がいい友達じゃなかったとかね。だからいい友達を作る、そしていい環境を作っていく。どうぞでもたくさん言いますから、あのいい環境を作っていい教えておけばね、また子どもたちがなります。そうするとこの子どもたちがみんな集まりますとね、いいことが来ていますから、いいことするんですよね。空手の場合もそうですよ。同じ型をね、一斉に何回もやることによってね、これがあの体でも肉体においても脳みそにおいてもね、海馬と言いますけど、これからね、一斉的にやって信頼して作っていきますと、無意識にどうぞできています。これがね、不思議ですよ。道を歩くときにも、あ、例えばこっち山があるね、そしてこっち道があるとすると、たぶん極端に言うと、敵がもしあの来る場合にはね、あの隠れる場所があるね。そうするとあっちで種が敷き込んで隠れて棒で足をやるかもしれない。場合とこっち山があるから石を落とすかもしれないし、すぐ寸断って見るんですよね。だから T 型というものが道があるとすると、こっちに隠れてやればこっちに隠れてする場合にはどういう形で攻撃していくか、ね、決まってるんですね。例えばこういきます、これ壁をとくもう触れません、こっち触れませんね。そう嬉しくできませんから、限られた攻撃が来るわけです。結局はアメリカの内地の達人はですね、すぐ分かるわけです。地形を見て、あるいは場所を見て、攻撃あっち来るなと、限られた技が来るわけです。そうすると目に見えないけど受けてね、身を守ることができる、勝つことができるんです。これはね、それで同じものを経験するんです。だからあの無意識、意識的に経験して無意識的に経験していくうちに、心の中にも肉体においてもね、これを何回も経験していくことによって無意識上手が出てきます。これは教育においてもね、生活においてもこれはそういうこと。まあ、これをね、あの今毎日新聞にタイムに載っていますけど、ほとんどこの話はしてませんね。はい、ただカルチェ の正しい価値を継承していくとか強くなるとか言っていますけれども、今までこの話はあんまりしたことありません。はい、今後はね、こういうものもね、精神的にどういうふうにあの無意識のうちに動作が起こっていくかということをね、覚えてほしいなと。これも伝えるし、しかし若いうちはね、これは教えて早いですからということですね。だから指導者になりますとね、50以上の60代からそろそろね、50後半から60代からそろそろね、この辺もね、外国の方が知ってもらって、ジェームスさんも外国の方がたくさん見えるし、また日本の家庭指導者もいるわけだから、これはぜひ覚えておいてあのしてほしいなと思っております。それであのそういうものもありますしね、また具体的に言いますと、一点に集中していくとね、一点に集中していきますと、これがだんだん見えるものが自分の集中になっていきます。これと全く同じですね。うん、で私ね、あの商売やってましたから、お金が困ったらね、しぐりくふふふふふとね、負けるうんとつきました。はいはい、それもう一つはね、同じ型を、ね、電気システムですよね、同じ型やっていきます。同じ何回もやります。そうするとね、壁が見えるからなんですよ。はい、そうするとこの型の中にね、入っていきます。入っていくとね、いくとこういう方が攻撃していきますけど、いくんですが、彼はどういうふうに受けていくか、いっぱい倒すように思うんです。
相手は倒されないようにするわけだから逃げたり運動したりもして、それを体のイメージが変わってきますね。イメージ体の方イメージトレーニングです。こうやりますけど、この非常に深さを教えます。肩の中にも、ね、さっき言いましたように、そうしますとね、イメージトレーニングだから、こういうのこういうのあってこういうのこういうのか、またこういうのしなきゃならない、相手がまた逆にこうするこうする、こういう体の方のイメージトレーニングです。私はね、あの映画の中にあのドラマがありますよね。ある人物をあのドラマがします。この人物像の中にあの映画したなんかね、あのこの俳優女優でもやっていきますね。この人間になりきっていきます。だから私もね、この肩の中に、ね、入っていきます。私はね、一人が行くするときはね、電気つけません。ろうそくだけつけてやります。これは長年そんな話をしたことありません。だからろうそくでね、できるだけ命令にします。私これは何でね、あの得得したかというとね、あの商売やってね、資金繰りができなくてね、どうしてお金払えるかとなって、これは稽古して、この糸が溶けてくるんですね。これは軽く稽古することによってね、このいろんなものが対応できるようになりますね。だから皆さんもね、自分のお仕事をやっています。これが壁のぼっかったり、いろんなことが精神的なあったりしますね。その場合には自分の好きなものをやっていけばね、自然に収束していけばね、自然にあのこの人が溶けていけるような感じと、精神的な安定感ができていきますね。これは私の経験です。軽く経験なくてね。